にちは、あきです。今日もね、スタバでちょっとね、新商品が出たんでね、ちょっと1日遅れちゃったんだけど、レビューの方していこうかなって思います。それがね、こちらロマンチックカスタマニアフラペチーノと、これがね、コーヒーカスタマニアフラペチーノってやつ、2種類ね、2種類買ってきました。でね、これ何が違うかって俺も調べたんだけど、まずね、もともとのやつがバレンタインカスタマニアフラペチーノってやつにいろいろカスタマイズして8種類ぐらいね、カスタマイズできるらしい。で、その中でまずはこれがプラスコーヒーのカスタムで、これがプラスロマンチックのカスタムで、もう一個がチョコレートかな、チョコレートのカスタムできるっていう3種類があって、そこからまたね、いろいろ組み合わせがあったりで、8種類のね、組み合わせ、8種類のバリエーションをね、楽しむことができるそうです。なんかちょっとね、いろいろ何選んでいいかちょっと難しいんだけど、とりあえずね、今日は王道のね、2種類にしました。で、このロマンチックってなんだろうって調べた時に、ストロベリーフレーバーメレンゲが入ってるそうです。このピンクのやつね。まあこっちからね、ちょっと飲んでいこうかなと思います。いただきます。うまい。で、俺キャラメルっぽいカフェオレって感じかな。キャラメルっぽい感じ、チョコレートとキャラメル。じゃあこっち、あ、こっちはね、ちょっとコーヒー感が強め、ちょっと苦めで、すげえなんかクッキー入ってる、すげえうまい。っていうね、2種類のねフラペチーノでした。まああんまり味の違いが極端によく分かんないんだけど、まあ、ほとんど同じかなって思います。まあほとんどね、味は一緒、ただね、見た目が可愛いのはこっち、あのロマンチックの方ね、ロマンチックの方が見た目が可愛いで、俺的にはこっちの方がコーヒー感が強めだからタイプ。うん、なかなかいいと思います。ただね、今もう1月で冬なんだけど、このね、外でしかもフラペチーノ飲むってなかなかね、勇気いる行動なんだけど、たまにはね、いいと思いますって感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。